イクロちゃん、はい、還暦ライブも終わってきましたね。そうなんですよ、もう私もついていってですね、はい、大垣でですね、はい、いろいろね、ありがとうございました。うまいですからね、みんな喜んでましたよ、みんなテリーさん来てくれたんで。あのクレイジーケンバンドのメンバーも、うん、みんな来てて、うん、お笑いバックドーム大ファンの人みんな見てるんですよ。まあ、いつもあのこのメンバーのスモーキー鉄人ですが、僕のところ見ると、イクロさん、大垣届いてますかな。昨日テリーさんの声した時に、お、VTR かとか見てた、本物だって大喜び。朝電話かかってきました、今日テリーさん本物でしたね。42歳の課長さん、電機メーカーにお勤めなんですが、はい、イクラさん、こんにちは。コロナの感染者も減り、はい、我が社も、はい、飲み会がいよいよ再開されることになりました、はい、そこで、はい、どこまで女子社員の皆さんの前で下ネタが許されるのか、はい、下ネタ上手のイクラさん、はい、教えてください。僕これ思うんですけど、下ネタっていうのは、うん、言う人のキャラクターもあると思うんですよね、うん、で僕は自分の中では爽やかなキャラクターをお届けしているつもりではいるんですが、こちらの店長さんみたいな方がちょっとの口にしようなものならタイプです。タイミングと、あとネチネチ言わない、もうさらっと、もう爽やかに取れたてのオリーブオイルのようなさ、そんな締め立ての、はい、そんな締め立てですね。いい感じが。ちゃんね、実はですね、昼間は違うんですよ。ね、昼間何やってんの？医療で。医療関係で何やってんの？助手とかお掃除とかもやって、歯の、うん、何のお掃除してんですかね。あ、歯科医にお勤めなんですか？そうです。そうなんですよ。でもね、テリーさんですね、歯医者さんの歯科助手っていうのは不良の高校中退とかですね、お好き物系が多いですよね。そうなんですか？絶対そうですよ、もう本当に、うん、やっぱ詰め物が好きなんですよ。もうあなたのお股にインプラントが面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうして今の爽やかです。これが飲み会大丈夫ですか？すいません。そんなね、あなたのお股にインプラントってことは使っちゃダメです。あと、テリーさん、こいつらだから受け入れてくれます。ダメですよ。普通は逮捕です。今日はですね、この三菱のですね、はい、コルトラリーアートってやつなんですよ。もうこの車知らなかった。あ、そうですか。これ実はね、はい、ラリーアートなんですよ。このマークは見たことありますけどね。これね、実は三菱っていうと、だったらランエボとかエボリューションが有名ですよね、はい、それとまた違ってるからね、コルトには、はい、コルトエボリューションってのはないんですけども、はい、でもこのラリーアート、車が好きな僕はこういう形好きです。これね、実はね、僕大好きで、今日ぜひ紹介したいなと思ったんですけども、正直言って、はい、三菱ファンの間でも、いやー、やっぱりランエボだろうと。僕はこっち側の方がかっこいいと思ってるんですよ。なんか僕はデザインが好きですよ。いいですよね、うん、で、そのことですね、ランエボほど値段も高くない、で、意外とリーズナブルで、実はもしかしたらこっち側の方が走り気持ちいいんじゃないかと思うんですよ。え、はい、これはじゃあ、あの WRC カーみたいなレースも出てたんですか？その子これ出てないんですか？だから今度普通に街中走るにはシビックのタイプ R 的な感覚なんですよ。はいはいはい、形、俺全然好きですね、このデザイン。いいですよね。でもこれヨーロッパの車みたいな。そうなんですよ、隠れた。僕は三菱の名車だと思ってるんですけど、フェンダーの黒いこうラインとかもかっこいいですもんね。これはツーだなと思って、テールとかもかっこいいですね。風間さん、ちょっとこれ改めて紹介してください。これはこれは平成22年の三菱ラリーアートのバージョン R っていう車。バージョン R、はい、でね、これちょっとこれちゃん、これ運転席座ってみてください。シートもいいですよ。シートもちょっともうバケットっぽくなってるんですね。ほらほら、本当だ。あ、着座した感じすげえ乗りやすそう。そうですよ。あ、いいな、これ速そう。いや、これちょっとね、クラッチ固めなんですけども、シフトなんかもいいですよね。この辺だけが、この赤い、これがラリアートのね、そうですね、もう R だけのやつなんですよ。綺麗ですね、かっこいいですね。かっこいいですよね。それは新品のナビを。わあ、いいですね。これ元々ファミリーカーですもんね。そうですね、はい、元々普通のなんか、はい、それをマニュアルっていうところがいいですね。そうなんですよ。これ普通のファミリーカーってそんなに車で人気なかったんですよ、ね、三菱はそれこそこの頃走り重視してたんで、これのラリアートの R を作ろうという、その技術者のまあ心意気の中でこれできたんですけども、いい車ですね、はい、でも内装のデザインとかもこういうところも全部凝ってますね、うん、そうなんですよ。綺麗ですね。あとね、三菱の車は、まあ、今もそうですけども、しっかり作ってる。あとはあのちょっと足回りなんですけど、はい、テインの鎖骨っていう鎖骨を下げてますんで、はい、はい、で、あとこれはエンジンのやつ 1.5 のターボが
入ってるエンジンなんで、うん、結構早い、はい、早いですね。であと内装だけなんですけど、はい、色がやれてたんで同色に全部うちの方でボールペンしましたんで。これも塗ってるんだ。そうですね、だ塗装上手ですね。いやいや、綺麗なオリジナルっぽいね。はい、これホイールは、ホイールはちょっと気づいちゃってるんですけど、これは後で、ね、ちょっと新しいのに。あ、変えてくれるの？変えますね。何や、購入したってお客さんが望むんだったら、それの方にちょっと購入。ホイールもさ、黒とかのホイール入れてるの？そう、黒とかね。いや、これいいですね。広いな。本当にこれは乗ってると街でも見ないし、少ないね。少ないんだけど、なんか通というか、目で追いますよね、この車は。そうですね。これでマニュアルってやったら、普段乗っててちょっと仕事行くときとか楽しくないですか？そうですね。これあとは普通のファミリーカーですから、そうですね、問題ないですよね。あとは普通のそうですファミリーカーだね。はい、これはもう向こうに倒れるわけですよね。広いですね、なんかね。いや、広いついてる。はい、広いと、まあ、ちょっと狭い方がいい時もあるんですけどね。今回はですね、はい、こう入ってもらって、こうで入って、はい、こっから入ってってもらって、こっちに向くと、U ターンする感じですね。はい、ちょっとこっち側で、はい、中継8個ぐらいの感じでね。わかりました。よろしくお願いします。なんですけど、リッチギな子なんですけど。今回いいですね。これ、はい、これ一回転しますかね。ここ、はい、あ、おお、これはいいですね。今足、あ、おお、いいですね。大変です。あ、おお、いいよ。これは、あ、来た。これは強い。これは筋キュッ。来た。後ろパックリだ。おお、いい、いい。そう、そして後ろに切り取られてると、うん、ビーチクポロリがあります。これはかなり、あ、すごい。ああ、ね、これはコーナーにだろう、これは。さあ、お願いします。さあ。あ、足は危ない。上げてください。いまだ勝ってない。当たらしさあ、靴できますか。さあ、こっからどうだ。さあ、こっからどのように。おーおーおー、あーおー。さあ、とてもこれでですね。さあ、ここからどういうふうに、はい、これや。あ、やばい。出ました。出ましたか。はい、本当にあれですね。前の24の国人はね、一生懸命労働してるんですよね。本当に失礼しました。どんな感じですか。キャンプとかいいんじゃないですか。本当にそんなこと。このポーズ、じゃあそれでちょっともう一度二人前ですね。ケツ。ケツ丸だ。もう何かが生まれたのかと思いました今。この車はですね、素晴らしい車ですね。走りだけじゃありませんでした。はい、さあ、ここからね、実はナンバーついてるんで、はい、試乗してみたいと思います。運転しますか。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、どうですか、まず。いや、もう座ったこの着座位置とか、フィッティングな感じがいいですね。あ、ちょっと待って。でもハンドルとかもちゃんと全部よくできてるんですね。よくできてるんですよ。ね、あ、確かに。なんかテリーさんが言ってるのわかる。わかる？うん。すごいいい感じ、スムーズで。いや、そうなんだよ。してね、あんまりない、気がってないんですよ。ね、いいですね。見たら普通に奥様がお買い物してそうな車ですもんね。中のデザインも好きですよ。オートサロンの車ってもっと派手なんですよ。あ、そうですね。うん。あ、なんかもう少しなんかやりすぎっていうかね。やりすぎ的な感じで、この車そういう感じじゃなくて地味に抑えてて、そこがかっこいいんだよね。ピーキーな感じですね、足回りとかも。うん、これ問題点なんですか。例えば注意ってわけないんですけども、はい、これタイミングベルトなんで、まあ、これタイミングベルト、はい、交換してませんので、ちょっとせめてタイミングベルトだけでも、あの、購入されたらちょっとやっていただくと。それいくらです。タイミングベルト10万円ぐらいですかね。あ、それだといいね。そう、パーツ代がちょっと。でもやっとけばもうその後は、ね、あとはもうしばらく大丈夫ですね。走行距離は9万8000円。そんな感じしないですね。気持ちいいでしょ。気持ちいいです。本当に気持ちいい。楽しい車です。本当なんかかっこいいよね。かっこいいですね。あと面白い乗ってて。そう走って気持ちいいと。いいですね。車はずっと乗っちゃいますよね。そうだね。これはでも確かに楽しい車ですよね。この辺って綺麗になるの？それは、はい、うちの方で全部リペアでもしますんで。リペアできる？はい、綺麗にしますんで。全部気になる点がありましたら、うちの方で全部できますんで。なんか笠間さんがなんか人柄がいいから、ね、安心してさ、はい、車なんか好きって感じします。そうだね。ありがとうございます。いや、本当そう。クラッチがちょっと固め。ま
僕全然平気です、ね、はい、安定してるねこれ。安定してます、本当に9万走ってる感じしないですね。あれなんか直してるんですか、整備は。まあ、何もしてない、ビリってないですね。普通のメンテナンスぐらいですか。そう、普通のメンテナンスぐらいですね。足いいですね、足が。足回り、そう、サガイナッパ、サゴチョウハ。硬いんだけど、それ乗り心地の悪い硬さじゃなくて。そうですね、このデインの、ね、いい足回りですね。はい、いいですよ。さあ、イクラちゃん。はい。どうでした。いや、テリーさんが言ってた通りです。うん、最高。最高でしょ、うん。普段に乗りたい一台ですね、これね。日本の車じゃないみたいな。そうなんですよ。三菱ってこういうの作るとやっぱうまいですね。うまいですよ。これも面白いですね、この部分もね。そうですね。こういうのに弱いんですよね。さあ、風間さん。どんどん見てるかもしれない。いくらさんがそこまで言うなら、還暦のお祝いになるんですね。今回は許しませんよ。パンパーなんで何じゃ許しませんよ、僕は。さっきだったら2人をパンツ見たんですよ。そして今、頼んでもらえないのに帰ってきたら、写真撮ってパンツ丸めました。つまり、このコルトは何年分でしたっけ。これは平成22年分ですね。はい、走行距離98,000。98,000、はい、はい。お値段は、お値段は、まあ、これ車両価格78万の方になりますね。どこへ行ってんの。さらし首ですよ。道場破り。柔道一年くれない最初姿、姿最初は袴を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 撃たれちゃう、投げられちゃう。手を見てくださいよ、ほら、はい、働いてる人の手ですよ。僕の手と全然違いますよ。僕らね、何にもしないね。78番、はい、が、うん、8万をお値引きで70万、はい、69万ですか。70万で、まあ、10万円だったらね、はい、もうオープンしてるし、そうですね、はい、問題点ないですよね。問題点はないですね。はい、作品は来年の8月までありますので、そうですね、70万だったらいいですね。そうですね、70万だったら安いとか言っておりますよ。お天の句は何ですか。お天の句、お天の句、別にいいですよ。そんな知りたくないよ。別にかさぶのお手続きになってしまったということでね、70万円で、70万円ってことで、はい、どうでしょうか、皆さん。テリー伊藤のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。